あマシュマロありがとうございます嬉しいそう初めてお昼にねお昼というか朝というかにショールームです初めての時間あ大好きありがとう嬉しいありがとうございますおはようグルトおはようそうついさっき起きましたやっぱり何もないと 起きるのが遅くなってしまいますね <laughs> ああ重い音の時だって可愛いありがとう午前配信って初めてかな平日はね朝にやってるから初めてではないんですけれどもすごいあフォローありがとうございます全然お疲れ様でした良かったですああ嬉しいそう昨日ね全座 <laughs> 前髪が <laughs> だったんですよこの時間初めてなんですねこれで良かった良かったありがとうございますおはようそう今日は私はこの後ねそうそうメール送ってから寝たのかなってそうなんですよよくわかりましたねなんか最近ねなんか アラームを私は起きれないと嫌だから3分おきに5回くらいかけるんですよ起きたい時間にでもなんか最近本当に起きたくないのになんかパッて目が覚めてたあもうやばいアラーム鳴っちゃったかなって思ったらでの時計パッて見たらなんかまだ全然6時とか5時とかだったりしてあ全然まだ平気じゃんと思って寝て あやばいって思ったら30分ぐらいしか経ってなくてまた5時半とか6時半とかなんかそういう時間で,でまた寝てっていうのが多くてなんかもうねそう夢見る夢めっちゃ見ますよ一日に23個見るでも夢って忘れちゃいますよねすぐそうそうね出ても緊張感そうなんかねそういう日が多くてねちょっと困ってる <laughs> ママシュマロありがとうこんにちはそうなのあららせりすぎそうなのでも今日は1回しかそれがなかったからまだ寝られました1回パッて起きたら「え全然じゃん」ってなって <laughs> 寝ましたねまたそうなのなんか言おうとしたのに忘れちゃったあっ <laughs> 午前中から配信してくれてありがとうねえー、こちらこそ来てくれてありがとうそう「サホちゃん昨日の先輩たちの MC で結婚するなら誰?」ってあったけど「サホちゃんなら誰それはもう決まってますよねこれはもうマッシーさんですよ」とか言ってすごいおこがましいんですけどもちろんね決まってますねそれはマッシーさんですね 私が一方的に <laughs> そうでもねなんか聞いてくださいなんか昨日ももちゃんの配信でなんか私とあももちゃんとなんかナナが結婚したい相手で両思いだからみたいな言ってたんですけどもう私はねももちゃんにね「はあ?」とか言って浮気とかありえないんだけどって言ってるのにももちゃんはもうずっとなんか「世の中はいい」とか言ってるんですよ。どうなんですかねこれ本当に。 私の方が愛を伝えているのに <laughs> とか言って <laughs> っていうだから昨日もももちゃんに配信してる時にあのメール送って「えどういうことですか?」とか言って <laughs> そう送った <laughs> そうなんですよマッシーさんが好きなんです <laughs> ちゃん意外と思いたいっぽいそんなことないですよ全然そうだそうそんなことはないんですがそんなことはないですが、ね、昨日うのももちゃんにはちょっとどういうことかなーって思ってだからその配信終わった後に電話して「どういうことなんですかね? <laughs>」いや違うじゃんとか言ってたけど <laughs> そうなんかあと全然話今ちょっと変わるんですけどメールのね質問返信の質問で「さほちゃんはターン押しか DD どっちがいいんですか?」って来てたんですけどそれはもうね「そんなので、ね、ターン押しに決まってるじゃないですか」<laughs> っていうまあもちろんね DD で好きでくいてくれてる方もめちゃくちゃ嬉しいですが。 一人で好きになってくれてる人がね嬉しいですよ同期などに敬語なんですねえそんなことないよそんなことないですよももちゃんにはちょっとふざけてどういうことなんですかねって言ってるだけだからあそうそうなの分かったサボちゃん楽しんでいくえ本当にありがとうね浮気しちゃダメだよ <laughs> なんだよダメだよ言ったからにはダメだからそう <laughs> こんにちはわーすごいたくさん初見の人が来てくれてるこの時間ってどうなんですかね皆さん的に見やすい本気で言ってないのにいやちょっと本気ですよちょっと本気そう楽しいですえ嬉し,嬉しい嬉しい嬉しい基本はっていうのは負けなんですよ <laughs> 私は本当にありがとう DD は切ないいやだから言ってるじゃないですか別に DD の方も好きだけどおもちゃんはサホちゃんのことなんて呼んでるのえ普通にサホって呼んでますよサホって呼んでます大体サホって呼んでるかなうんでもサホちゃんって呼んでる子もいますうん そうなのそうかなだいたいサホか「サホちゃん」<laughs>「中学生名も呼び捨て」え私のことあでもサホちゃんかも <laughs> でも私もちゃんづけで呼んじゃうから私がちゃんづけで呼んでる子は私のこともちゃんづけかなうん。<laughs> そうなの。あ、でもコマのことは呼び捨てだけどコマは私のことサホちゃんって言うかもしれない。こんにちは。あ、ハルコンのああなんだなんだなんだ。春のコンサート T シャツ買いました。もっと時期届くのがどあどどどど,どああ買いましたよ。あれあれなんかまたお金使ってます。え本当にありがとうサホちゃん T シャツ買いました。もっと時期届くのがどうし本当。 嬉しいそうハルコンのねグッズがね昨日,昨日かおとといか昨日か一昨日かに出てたと思うんですけど私も見ました可愛い,いめっちゃ可愛かったですグッズのグッズのデザインすごい可愛い,いそううちはもねそうそうなのえうちはくいません本当にありがとう漏れてるねってめっちゃ嬉しい 皆さん使ってくださいねぜひゲットして <laughs> そうなのねありがとうございますわっ星ありがとうさっちゃんのグッズちゃんと買いますありがとうねそうコンサートが近づいてきたって感じがしますね確かにグッズが出るとあすごい今何タコタコみたいなのが撮ったタコこれはそう待って今日はね時間 がわかるものをいつも近くに置いてるのに今日忘れちゃったえ一瞬さ一瞬時計だけさ持ってきていいですかえ本当に一瞬わわ持ってきました OK わああ教えてくれてるありがとう戻ってきましたよでも時計を持って <laughs> そうありがとうで優しいみんな <laughs> あやばいやばいずれちゃったそうそうなんか昨日パパ,パ,パフォーマンスってあのこの話をしようと思ってたパフォーマンスってパにパにパじゃないですかでもパピプペポって、ね、この話をどうしてもしたくてパピプペポってプにちっちゃい「あ」つけたらパみたいじゃないですかえわかるかな言ってることこれわかりますパピプペポの パってプでアーつけてもパー。<laughs> 待ってアンナからさメリーと見てるよって言えってきましたみたいなライン来た。<laughs> ありがとう見てくれてこの私のカタカナわからない問題を。<laughs> そうプにアーつけるとパーみたいなんて言えばいいの？パーじゃなくてそうでなんかそれが急に。 メールを書こうとしてたら、わからなくなってしまって、パピプピポが。そうなの。<laughs> そうなんですよ、っていう。話がしたかった、待って。ぱ。あんなからさ。パーってきた。え、でもわかるよね、パーでパーだよね。でも、これね、昨日ももちゃんに言ったら、わかんないって言われたの。<laughs> あ、あんなちゃん、ここにコメントしてよ、だって、あんな。 ここにコメントしてよって来てるそう <laughs> お茶目なんだから優しいみんなでもたまに分かんなくなりませんカタカナパピッピポ <laughs> なんか文字で打とうとするとなんかえなんだっけっていう <laughs> そうそういう感じ四期生みんなの 感じが厳しい <laughs> みんなねみんな見てくれてるみたいで嬉しいですね嬉しいですねちょっと話しづらいですねでもね <laughs> そうか今日は前座の日私も見ますよじゃあ DMM でみんなの前座を <laughs> 楽しみ今日楽しみだね <laughs> 確かにパフェとかねパだね <laughs> ちょっと待って <laughs> なんだんよく分かんなくなって <laughs> シャヒオちょっと違うな そうパートパーそう音は似てますよねそう次の前座は4月ならそうなのあそうなんですよ昨日発表されて16と17がそうなんですよえめっちゃ間空くんじゃないですかこれは私9でしょだって最後に出たのが悲しい 待って悲しすぎるどうしようこの気持ちをどこにぶつければいいんですか <laughs> ええー、サホちゃんが出ないから自分も次劇場行くの四月だええー、本当に会いに来てくださいもし次出るときサホちゃんのお出迎え楽しいからねありがとうねーサホに会いたいありがとうございますえそうだよ新年度高三になってます次私が皆さんにああの前座でお会いする時は そう公演にね出させていただくのでこれからコンサートに派手忙しくなるねそうなんですよ <laughs> そうよかったでも私ねそんな予感がしてたので昨日は本当にねあもう飛ぶんでられないもう飛ぶんでられないんだと思って踊ってたのでそうなの <laughs> そうなのねいやだからよかったです ねえずっと先な気がしちゃいますねシンポジで飲みさえらいありがとう褒めてくれて優しいねみんなほんとにまあマシュマロもありがとうございますうん,んだだんだやばいちょっとコメントを見る能力が「さあちゃん劇場出ないなら代わりに行ってきますどういうこと? <laughs>」「劇場でさあちゃんのキャッチフレーズがしたいしたい!」 <laughs> どういうこと見たいじゃなくて4期生のイベントこれ、そうねそれもねあるからねそうだそうだ新ポジションって覚えるるのどれぐらい時間かかるえでも私が昨日出たところは、まあ、言うて神明みたいなところだったのでこのところ「まだこいと気づかずに」だけ覚えればよかったから。 あとなんか反対側の向きみたいな感じだったからそんなに時間かかりませんでしたそうなの,のイベントそうなんかお披露目グッズを買ってくださった方が抽選でイベントみたいなあ早く劇場で言える日が来ないからあそういうことありがとうねありがとうございます理解した理解したありがとうございます やばい待ってそう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 4月のね20日かなそうなんですよねえ楽しみですねいろいろありますね卒業公演に戻させていただくしコンサートもあるしイベントもあるしメリーちゃんと新名多いよねそうメリーと新名多いんですよ私昨日の夜公演柱でサウちゃん見ながてえー、そうなのーやだー 私もじゃあ見えなかったってことだよね。悲しい。ひらめぐちはもちろんサオちゃんで自もちろん本当ありがとう。サオちゃんが一番かわいいよ。聞こえるえ、昨日ちょっと聞こえなかったかもしれません。ごめんなさい。サインは毎日練習してるんですかそう、サインをね、私書くとき。わかるかな手に。一旦ここ、昨日書いたら消えなくなっちゃって。手にちょっとサインをちっちゃく書いてから書いてます。<laughs> サインは。 初めの S が分かんなくなりがちなのでそうそうちゃんから,フルから見つけてね見つけますよ絶対すぐ察知して <laughs> そうでもジュナのペンライトカラーサイリウムカラーとちょっと似てるからねいつもね「もうどっちだ?」ってな,なるときある <laughs> 自然状態の新芽も良かった本当ありがとう私もメリットのね新芽が結構一番しっくりくるかもなんか身長も近いし なんかね、そうやっててこうなんか客観的に DMM 客観的にっていうか DMM で見てもなんかあいい,いいなそろ揃ってるなってなります。<laughs> そうなの楽しそうな感じがしただけどありがとう嬉しいよ。<laughs> 日向先輩のサイト間違いないあ、でもまだだそうだね一緒に出させて同じ時に出させていただいたことはないからうんでもそうですよねでもそうだよねそれこそジュナーとひなほんまひなたさんは似てるもんね白がついてるかついてないかみたいな感じだからねうん本当に「しんって感じだよねありがとう。 ついでにメリーちゃん推しになってますどういうことどういうことどういうこと推 <laughs> しましかなさだちゃん認知されるように頑張りますえ私も覚えたいえもう終わっちゃうそうでしょほんとじゃんやだ悲しい待って悲しいそうで浮世汗やっちゃったから夜ショールームできないし <laughs> あーあっという間ですねやだ ありがとうえ、もう19分なのじゃあスクショタイムでもちょっと今日顔が髪も毛も指ハート何でしょうえー、悲しいありがとうございました受付でお話できたから嬉しかったよ本当にこちらこそ嬉しかったあそうありがとうねありがとうございますなんかに認よしてもらえてるから可愛らしい,いかもうん 何回も来てくださってる方は絶対覚えてると思ういつものハートいや <laughs> ありがとうございます早く覚えられたいもう覚えてるよ一応 <laughs> に会えて嬉しかったよああしかったありがとうねそううん やだ配信ありがとうございました来てくださってまた明日しようかなと思っているので多分朝かな平日はこれからは朝になると思いますので明日は朝じゃないかも嘘嘘ウついた夜かも夜します多分分かんないまあでもそういうことでしたまたねありがとうございました Bye bye.